足がだるいとか、ね、足つってしまうとか結構ね言われる方多いんですよね。そんな方にご自宅でもやっていただけるものが何かあればいいかなと思うんですけど、どうですかね。まあ足がだるいっていうのはね、結構長く歩いたりとかして、歩いたりとか、あと、まあ、座り仕事でもずっと足を下ろしたままだと結構下にね血液が溜まったりとかして、はい、それでむくんだりとかして、まあだるさを感じたりとか、それによって朝起きた時に、朝起きた時の寝る時ですね、寝る時つってきたりとかねするんですけども、結構これ足首の動きの硬さ、これを取ってあげるだけでもふくらはぎの筋肉が柔らかくなって、ちょっとその楽にすることができるっていうのをやり方があるので、それをちょっと今日今からやっていきたいなと思います。はい、はい、そしたらちょっと足を出してもらってもいいですか。はい、はい、で単純なことなんですけども、足首をもう回すってことなんですけども、単純にこう回しててもダメなんですよね。これしっかり筋肉っていうのはこう伸びてないんです。一旦回すときにくるぶし、これ外くるぶしと内くるぶし、これをしっかり持った上でこうやって回してあげてほしいんです。でこれ誰かにこうやって回してもらったりとかしてもいいですし、こう回した状態でこう伸ばしてもらったりとかでもいいんですけども、これ自分でもできるんですね。で足膝曲げていただいて、ちょっと来てもらっていいですか。自分の手で外くるぶし、くるぶしをこっちの手で掴んで足を持って回す、うん、でもやっぱり大きく大きく今回って回していただく。でそれだけでもしっかりこのふくらはぎの筋肉、すねの筋肉がぐっと伸びてくれるので、溜まった 血液とかをね上に流すことができるので、足を軽くすることができますので、結構その夜寝る前だったりとか、お風呂上がりですよねっていう時にこれをやっていただけるだけでも、足の疲れは取っていけるかなと思います、うん、はい、はい、ありがとうございます。いいですか。はい、はい、実際にもやるとだいぶ軽くなるんですよ。はい、はい、軽いですね。なりました。いいですね。だいぶ軽くなりましたけどね、はい、ね、またねご自宅でも皆さんやっていただければと思いますんで、はい、はい、ランナーの方とかもね走った後こうやって数値していただくと結構疲れ取ったりしますので、ぜひ試してみていただければなと思います、はい。では今日はこんな感じでお届けしましたので、はい、次回また楽しみにしてください。ではさようなら。バイバイ。